はい、みなさんこんにちは。エイメイズピッターキングです。はい、みなさんこんにちは、シロです。というわけで、はい、ハンターキングがね、重心化解しましたんで、はい、早速艦隊でちょっとね、コネクトスキルは発生しないんですけども、はい、使っていこうかなと思います。ノーコネクトで、まあそうなるよね。なんかさ、最近の重心化とか重心化からの人ってこういうの多くないですか？もう、ね、多いっすね、本当に。反射超砲撃神族とラビティが超アンチアップと超アンチウィンド、はい、持っております。で、コネクトスキルで、アンチ力バリアがつくんですけども、まあ発動条件が自身と戦型が異なるキャラ2体以上積むっていう感じになっておりますね、はい。で、SS がまあ壁ドン変わらずで16ターンと20ターン、うん。で、友情コンボがまあツインバーティケルレーザー EL と、中距離独角三段になっております。まあ、中距離独角三段威力いくか。中距離独角三段威力いくつなんだろうな。いや、まあ強いよね、まあ、普通にほとんど友情はぶっ壊れてたので、だそれ以外のところがね、結構問題視されてることが多かったんですけど、まあターンが減ったから、それに見合ったあれなのかな。ついよどうなった今。ついよ、え、なんか出た。あ、これちょっと一回倒さないでほしいですね。で、まあね、ハンターキングが特に情報修正多かったから、徐々にまあ強くなってきてたも、ね、とは思うんですけども、まあ、回の、ね、流れが来て結構初めの方に重心化したモンスターだから、うん、年内に一応重心化回いましたけれども、これだよな、中距離独角さんだった。これ独角さん、これだって独角さんだったら当たってるよね。した、あ、そうね、うん、あ、どうなんだろう、多分あれも範囲があったから配置とこう。回復できないじゃん。回復できないじゃん。出た。出た。強い友情。友情ね。てか、結構本当、いつも砲撃型のイメージなんか壁のキャラって頑張らないけど、砲撃型なんですよね。そうね。と思ってるから、うん、パワー感もあるし。パワー感あるし。で、今回一応コネクト次が発生したらね、ダブ上げもらってるから、本当によりどんどん良くなってきてるっていう感じはすごいする。まあ重力ワープってとこが今回一番大きい修正ですからね、うん、一応コネクトといえど、そこで見たら多分貴族性結構強いキャラに入ってきたんじゃないかな、強い、強いですね、トップクラスに。毎回思うんだけどさ、このコネクトスキルで発動する方のアビリティが、いや、それよ、もともと持ってるやつは何なんですかね、うん、あの流れって変わんないのかな。どうなんでしょうね。なんか元々持ってる方が条件ついちゃってるよね、うん、毎回ね。もうそれでそうだよね、もうあれだよね、ストライクからもうアッサノも完全そうだったから、いやー、次も2体とか2体倒せ、倒そうですね、うん、毒もしっかり5万でしたね、当たっといたら。で、ここね、バームートでかいから基本的に絶対ツインバーティカルな、どっちかは当たってるし、いや、これだから、うん、半金はなんか今後そのコネクトスキルの接待でありそうだな。重力ワープはさすがにありそうですね、うん、重力ワープできたら、やばいと思う。いや、強っ。1体だよ、1体なんだよな、恐ろしいな、やっぱこいつ。いや、友情はちょっとピカイチっすね、やっぱこれ。結構前耐性あったから22の採用率ってめっちゃ高かったと思うんですけど、うん、この耐性なくなったけどね、今回耐性はなくなって、うん、これアイコンいいな。てか、やっぱそう、イラストとアイコン、うん、いいよね、すげえ好き、ハンターキング。あ、これやったか、やったね、倒すしかない。倒すしかないぞこれ。じゃあ、まあ、お願いします。変わった壁ドンエースですが、どれが魅力を出すのかと。2段階か、2段階です。いや、ハンキンさん、あー、危ねえ。これはさすがに持っていくか。さすがに。さすがに。え、いや、怖くないこれ、大丈夫かな。さすがにいくか。半金といえど。あ、弱が取れれば。
はい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 はまあ別に特段強くなってね、ストレスが強くなってるわけではないから、うん、早くはなってはいるけど、うん、じゃあなんかもう一個言ってますかね。はいはい、はい、やってまいりました。はい、こちら今コネクトスキル発生しております。あ、出すね出すね友情。今結構だったら結構ごっそり持っててた、ごっそり持っててたね。これ重力は違うな、重力ワープは違うな、マジで。うわあ、友情か。これ逆に友情2本でいってみます。殴りそうで、なんかカバーはしてそう。一番左足が当たってないから。あ、でもいや、これね、これやってるよね、2体で倒してるもんね。持ってってるぞ。友情で半分削って、次のターンもう一回友情で削って、え、いや、出ました。カバーしない部分をやったのか。ここもね、今結構友情で他は削る、ね、削るっていうイメージはついてるけど、今となっては内陣読んでやったの。内陣ロビンとか今もう壊してるから、ロビンとかやばいっすよね。だからまあ感動薄いけど、やっぱでも一撃のね、このドッカーン行く、そうそうそう、あれがいいよね、やっぱね。あれいい、本当にこれとか配置しといたらやばそうっすよね。まだかまだか、オッケー。配置ならいいよな、このね、配置に見合った威力が出るのすっげーいいよな。しかもまあ上で取れるってやっぱ偉大だな。偉大だね、どっちでもいいね。縦軸弾いてるのはとりあえず当たるってことだからね。そこにいるやつら全部いなくなるみたいな、27とかだとね。ここも一手抜けできんじゃない、うん、これ。まあモス味ぶっ飛ぶよね、これ。ぶっ飛ぶ手抜けもこそりして。かわいそうだな。かわいそうだな、ここまで来ると。大ギャップしてたよね、うん、こいつ。こいつっすか？あの、俺が。あ、本来だったら。マジすぎた、マジで。これが配置のいいところですよね。うん、これ2で当たったら全部やめないでしょ。もし、ちょっと。なんでワンパンじゃないんだよ、お前。これワンパンじゃないのか、これ。次が真ん中か？本当マジ別キャラ、なんか、いいのが、アイコンは別キャラでいいな。アイコン別キャラ、ね、アイコンとイラストが別キャラ感で。こいつなんかすっげー重心が変えない、うん、変え感あるよね。今までの重心が変えないけど、一番イラストは合ってる姿勢の、なんか、まあ3体目にしてようやく重心が変えのリズムがつかめてきたのか、うん、はい。異常ですね。困るけどね。たまらずと。入場だけでも、これも当たるよね。当たる。いやもう苦笑いっすよ。こんなん。指足関係ないもんね。一応壁でも当たってる。なんでか。こういうとこっすよね。2本やっぱ当てないとって、ね、今まで変わんないから。こうなると、でもこれでもカバーしてる気がするんですよね。あ、当たってるか。あ、でも、ギリギリ当たってる。うん、中距離格差も意外出してんのこれ。地味に。毒薬なんかさ、威力見ないじゃないですか。見ないね、そう。毒薬だと、まあ。一応一発8000ちょい。うん、うん、中距離格差はね。
一応ダメージもあるんだね、これ。中距離六角さんがちゃんと注目してみると意外と強い友情かもしれないね、これね。いや、威力5万で良かったっすね。気づかそうか、5万です。うん。本気を毒薬で使うってこともないか。なんか一時期25で使ってる人いたよね。あ、いたかも。そうだね。毒薬がいない人は。調教になってから。で、こちらですと。まあ、捨てはちょっとやっぱ低いね。うん、まあ、うん、なんか攻撃力ありそうであんまないのが半径っていうイメージ結構あったですね。まあ、2万2000は今低いよね、ゲージなしで。バリ低いっすよね、これ。低い。うん、これはまあ低いと言っていいと思う。うん、で、一応友情力も120になってることで上がってる、うん、と爆発当たっても、情報攻撃だから色が変わらずと。当倍で誘爆して、誘発してもね。うん、まあ、こいつも一応配置キャラだから爆発に自らね、突っ込むってこともあんまないだろうけど、うん、それでもやっぱね、キルアの当倍反撃だったり見ると意外と爆発した時の当倍友情ってすごい大事だから、うん、強いと思いますけどね。まあ、これなってるに越したことはないよね、攻撃型だったり。あとまあ今回使わなかった超アンチウィンドウと、うん、あと意識して使わなかった超アンチワープ、この辺がどう左右してくるかですよね。ここが絡んでくると壁ドンのあれは一気にダメージが多分、ね、てか超アンチウィンドウがそれでさ、うん、来てたらかなりいいよね。てか一番使うところならなんならこっから来るワープウィンドウのところかもしれないですね。いや、うん、あるよ。そう、壁ドンの色が大きく変わるから、うん、てかその辺マジで、まあ、そもそも重力ワープ少ないじゃないですか。重力ワープ少ないですね、これでしょ。ロビンと一緒に使えないの受けるよね、砲撃だから。ワープウィンドじゃない、うん、あービーラー、ビーラー、てかガブリエルもおるのが、じゃあガブリーですね。反射優遇が来たらその辺と接待されるのかな、ね、ありそう、うん、ワープウィンドちょっとあってもおかしくないよね。全然使われてないからとかもなんかいるしな。ありそう。そう考えるとカルナとか使えるのかな、加速するし一応。いや、びっくりするぐらいワンパンライン乗ってないだろうな。あー、カルナとか、うん、どうなんだろう。まあ、持ったらいけそうかもね、うん、壁ドンで最終ゲージとかすごい楽になるだろうし、うん、っていうのは多少あるけど、こいつでもね、壁ドン結構壁稼がない、ただの実装だからな。さっきでも改めてやっぱ思ったもんね、うん、思った、うん、やっぱ壁ドンのイメージがね、パワー型キラーとかのね、うん、あれがあるせいで強いもんね。そこも、うん、こいつは確かに全配置前提のところはあるかもしれない、うん、というわけでハンターキングね、うん、こいつは使ってまいりましたけれども、まあでも未来は全然、こいつは結構かなりある気がする、うん、ありますね。これまでの、まあ、トリプルアビリティから選べるってのと、うん、まあなんか自分の性能に合った、うん、超ワープで火力上げて壁ドンとかねがあるんで、うん、そこでちょっと変わってくるかな。攻撃力そこで補えよってことだもんね、うん、ワープかウィンドでね。でまあその分、うん、いう重傷をもらってるっていうのでバランス取ってきてるっていうのがあるでしょうね、うん、まあ、普通に見たらどこも強いとこですからね、うん、重力ワープウィンドでこの壁ドン持っててこの友情持ってたら普通に直強からだもんね。さすがに超 AGB はやりすぎだったんだろうね、うん、ですね。まあコネクトスキルも前回に比べれば非常に組みやすいものとなっておりますので、うんうん、そのことは忘れましょう。というわけなんで、まああそこで使いました、ここで使いましたとか、はい、ありましたらぜひコメントお願いします。でも本当ハンターキングイラストがなんかマジでかなり一番いいですと言ったんで、ちゃんとお願いします。よろしくお願いします。今回もゲームでラジオ4からお送りました。ピンターキングでした。しおりでした。オーシャルです。ありがとうございました。チャンネル登録。わかります。わかります。そこの君もなくなっちゃったから。わかるよ、わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録。チャンネル登録ね。はい。していただければね。